おはようございます、ジャン君、ポンちゃん。おはようございます。外は楽しいですか？寄り添っちゃって。はい。はい、ポンちゃん。どうした？おいで。おいで。ポンちゃん、おいで。おいで。ポンちゃん、はい、ポンちゃん、はい、はいはい、どうした？一人がいい時もあるけど、急に寂しくなるんだね。ね。ポンちゃん。ポンちゃん、予定より早いです。今、これから紹介しようと思っていたところなんですけれども、ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。それ乗っちゃうんですか？かわいい T シャツ。届きました。ちょっと前に開けて見せたいんですけれども、ポンちゃんがどうしてもここをどいていただけないでしょうか。じゃあ首だよね。ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん。かわいい T シャツにかわいいポンちゃんが乗っています。いいね。ポンちゃんにはじゃあこれをやったらどうかな。はい。はい、ポンちゃん、あー気持ちいい、あー気持ちいいね、あー気持ちいい、あーどうした、はい、気持ちよくて歩きたくなっちゃうよ、気持ちいいね、ポンちゃん、ポンちゃん、うん、気持ちいいね、うん、ポンちゃ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 ん見上げております、顔を見上げます、はい、ポンちゃん、ポンちゃん、うん、あ、歩く、歩く、歩く、なんか暮らしに慣れてきたね。ポンちゃん。それはそれでいいんだけどね。うん。ポンちゃん。ポンちゃんいい子だね。はい、いい子だ、はい。サイレントミャオもできるようになったのね、ポンちゃんね。ポンちゃん。あ、動いてくれる？動いてくれる？いや。あれ？がっつり乗りましたけど。ポンちゃん。ブラシと T シャツがコーディネート、ブラシと T シャツコーディネートです。ワンちゃん、なかなか、はい、抱いてくれないんですね。
いい感じですか？あ、ごめんね。こっちは、あ、ついてくれる？え、違う。違う。ワンちゃん、毛がサラサラになっちゃうよ。あ、ついてくれるな。こっちにする？あ、はい。あれ？戻ってきたんかい。戻っちゃったね。ワンちゃん。はい、ちょっとじゃあご紹介します。はい、これです。水うさぎという名前をネーミングしました。体の中が水でできている、チャップンチャップン言いながらぴょんぴょん飛ぶうさぎのキャラクター。こちらの、T シャツが、地の色はこれはなんと言えばいいかね、オレンジ系のピンクっていう感じですね。これ、ね、色合いがすごく可愛いんですよ。かわいい。すごい可愛いんだけど、おじさんが後で着てみせます。あ、今日じゃなくてもいいか。そうね、本来ならば、可愛い若い女の子に着ていただけるととても映えるんですけれども、モデルはおじさんです。お腹の出たおじさんが着ますね。責任取ってきます。下もね、下も。お、今度はブルー、あ、白か、白地で、これは羊、羊です。空を描いた羊、ね、そうそう、悩んだんだけどそれにしました。はい、でこれはポンちゃんダッシュ、ポンちゃんダッシュ、はい、ポンちゃんダッシュグレーにしてみました。ポンちゃんダッシュの T シャツもあるよ。あとで広げてみせます。ポンちゃんサラサラ。はい、ポンちゃんがどいてくれたので T シャツをご紹介します。羊はね、すごい悩んだんだ、どれにしようか。はい、こんな感じです。わからん、開けて。はい、開けます。これなんかぴっちりくっついてるやつが入ってるからね。あら、かわいい。かわいい。自分で言ってるけど、かわいいはかわいいよね。かわいい。この色、悩んだけど、すごくいい感じで合ってるから、これにしました。なにこのキャラクター。どこで、放映されてるのみたいなことになったらいいんですが、どこへ行っても見ることはできません。今ならパクリ放題ですよ。え、そうなの？はい、そしてじゃあこれを広げといて、これの上に。キジさんはね、すっごい悩んだ。水色にバックのない羊にするか、でもこうなっているのもちょっとどうかなと思って、はい、これにしてみました。はい、空中に浮いている羊です。羊さんです。この辺からピヨーンって飛び出しているところですね。おうおう、周りには雲が配置されています。で、そして、はい、羊がピョーン。はい、パンちゃんダッシュ。これ見るときは必ず顔をこういう風にしてくださいね。パンちゃんダッシュT シャツ。本当はね、白地の方がポンちゃんが目立って、最初それにしようと思ったんだけど、でも白が多いなと思って、うち買ってるのが、でグレーとかなるとどうなるのかなと思って。あ、いいよね、色味も悪くないし、そうそう、それで買ってみました。はい、ここの印刷すごくいいですね。発色がすごくいいので、っていうか昔に比べるとなっちゃうのかな、今時はみんないいのかもしれませんが、とてもいい感じに仕上がっています。うさぎポンちゃんにポンちゃん乗っかりました。ポンちゃんだし、どうしようか。ポンちゃんいい感じ。ポンちゃんだよ、ポンちゃんだよ。今カリカリを食べてきて、そしてくつろぐ。ちゅちゅくろい、はい。かわいいね、肉球。指がピヤン。
って開いてるとこが可愛いよね。というポンちゃんの T シャツでした。はい、ジャン君、ジャン君、はい、おかえり。ポンちゃんもおいで。おやすみ。お父ちゃんは寝ます。